はい。準備は大丈夫。はい。大丈夫です。今もう大丈夫な時見たことないよ。そうですか。お客さん来るからね。はい。準備してね。はい。ミニエちゃん、最近さ、気になることある？気になること。またパンデミックが起こるかとか、戦争が起こるかとか、なんかそういったことは考えてます、常に。深くない？世界の危機みたいなの考えちゃいますね。そんな感じ？なんかどうやって生き残ろうみたいな。急に引いちゃった、私。びっくりしちゃった。お嬢。ああ、三上さん、いらっしゃいませ。ご無沙汰。ご無沙汰です。何飲まれますか？じゃあビールで。冷えてます。冷えてるのがあります。ビール。それでは乾杯。乾杯。姉ちゃん知ってる？もちろんです。知ってますか？はい、私はもうずっとお会いしたくてしたくて、でも私のもう会いたいっていう夢が今日一つ叶いました。そんなにそう言っていただける。もうすごい。なんかもう前日からもうそわそわしちゃって、いろいろ聞くのはすごく楽しみです。だって戦争起こるって言ってたよ。そうですね、私も考えてたことなんで。そうなの？それも聞きたいと思って。私占い師をやってるんですけど、その占い、2024年の占いで対立とか分離とかその争いっていうのは結構キーワードになってて、ホッピ族の予言とか、あとただ NASA が発表してるその彗星がこう直撃するみたいな噂というか予言みたいなのがあったりとかするから、 NASA が言ってるの？そう、なんかそういうことをなんかちょっとこう情報何かお持ちだったら。 NASA ってあの NASA でしょ？はい、発表してんの？発表してますよね。これあの2025年の、まあ、カタストロフィー予言というか、あの元々はね、これあの漫画家の方がですね、まあ今からそう25年くらい前、単行本一冊発表したんですよ、うんうん、私が見た未来という、はい、この漫画家さんの名前、辰木亮さんという方なんですけども、はい、この漫画の表紙に大震災は2011年の3月って書いてある。まさか東日本大震災。で、その本が出たのは1999年。本当にあるの？本当にあるの？で、見たい、それ見たい。辰木亮さんというのが、まあ、ちょっと霊感のある方で、ね、未来のことを夢で知ると。で、これまでいろいろなことがあったって、フレディ・マーキー氏だとか、そういうのをこう命で知っていたと。で、その方がずっと見てるのが、その横浜というか関東にすごい津波がやってくると。後でいろいろ聞かれるわけですよね。だから津波の夢っていうのは大震災、東日本大震災のことですかって違うと。もっともっと規模は大きい。で、2年ほど前にその本の新しい完全版っていうのが出たんですね、はい、まあ話題になったんで、その完全版の中で実はその辰木亮さんがその津波がやってくる日付が分かったと。これが2025年7月5日だって。今年2024です。2024。もうパニックになってる私。やばいやばい。4月ですよ、5日。もう日付まで出ちゃってるっていう。超怖い。で、これがね、いろんなところで都市伝説で、そういえば2025年っていう話で、どん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 。そうですよね、いろんな説がこう飛び交っているっていう。例えば2025年っていうのはちょうどね、昭和100年だった。へえ、そうか。これね、今のパソコンも全部実は元々のその心臓部のはほら日本で作られたコンピューターの元に、はい、でそこのいわゆる日付というかタイムカウントが昭和なんです。これ昔あの同じようなことが2000年問題の時にあって、00年、まあ下2桁だけでこう表記してた、まあ、100年は使えるだろうと。だから2000年になった時にこのあのカレンダーはその1900年に
旦戻るという勘違いをしてしまうんです、うん、これでいろんなこう障害とかバグが起こるよってなったんです。ありましたね。この昭和あの100年問題の場合には昭和100年になって昭和0年ってないんですよ、うんうん、昭和元年1年1から入ってますよね。仮に00で昭和0年になった瞬間にもう完全にアウト、うん、でその心臓部の部分を直せばいいじゃないか、うん、それを開発してそのプログラミングした人たちはもうね死んでもういないの。ほう。誰もいじれない。ほう。新しく作ることをもう全世界に広がっちゃった。でも何が起こるか分からない、うん、という話があったりとか、楽しい面白い。先このコピ族っていうのは、うん、アメリカ大陸の一番古い、まあ、ネイティブアメリカ、うんうん、で彼らは終末論って予言を持ってる、ね、この世の終わりには見知らぬ星が現れると2025年に緑色の見知らぬ星彗星が現れる。水星は青のイメージですけどね、緑色、うん、で、これが現れたらこの世の終わりの始まり、しぶしだ終わりの始まり、怖いねという、あ、まさに2020年か。あとね、これあの絵本作家ののぶみさんっていう方、斉藤のぶみさんっていう方が、はい、まあ、子供たちの、まあ、話というかな、ちょっとスピリチュアル寄りなのを元にして絵本、例えばお母さんのお腹の中にいた時どんな感じだったか、生まれてくる前とか、胎児記憶とか、で生まれてくる前は空にいたよとか、ね、うん、これ前世ではないんですね、意味はね、うんうん、いわゆるその中間だから中間世っていう、例えば、子供によってはその上からね下を見た時にお母さんのエプロンが水玉山模様が可愛かったからお母さんのお腹に来たんだ、うん、ちょうど辰木亮さんの2025年の予言の話を聞いた時、あれ、うん、どっかで聞いたことあるの、うん、で、うん、考えてみたらその話を聞く4年前、はい、空の上にいる時っていうのは、まあ、未来も見えてるらしいね、うん、だから子供たちに最近少子化、はい、日本も含めてね、うん、どうして少子化なのと聞いたらば、うん、ある子は流されちゃうからだって、うん、流されちゃう、水に流されちゃうって言って絵を描くよね、うん、で津波で流される光景をこう描くわけですよ。おお、そういうことか。ほう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 。で1人2人じゃないですね、何人も同じようなことを、はい、これなんだろう、すごい繋がりましたね。へえ。で、その子に未来を見てたみたいな。じゃあいつ来るのって聞いたのは、その自分が中学校に初めて上がった時、まあ中学1年生ですね、うん、それが計算すると2020年。はあ、そういうこと。で、季節はって聞くと夏だ。夏。わあ、もうみんな別の小学生の子、その津波が来るのはいつって聞かれた時に、それ夕方土曜日だよって言って、なぜならば大好きなアニメがやってる時に津波が来るんだもん。7月5日土曜日だよ。わなんかあのたくさんの人が騒げば騒ぐほどそれが起きないっていう説があるじゃないですか。なかなかクロートだねそれってどうなのかなってちょっとすごい気になってて。じゃあ騒いだ方がいいってことね。そう、なんかたくさんその情報が拡散されたりとか、知ってる人が多ければ多いほど起きなくなるみたいなのを聞いたことがあって、まあいわゆる人間というのは潜在意識ありますよね、まあ、健在意識、潜在意識、さらに深い潜在意識っていうのは集合無意識っていう、うんうん、集合無意識のレベルまでこういくと、もう全人類つながっている。で、その領域に例えばその、ね、予言で何月何日来るぞっていうふうに広まると集合無意識が反応して起きないように世の中を動かしている、うん、
無意識な領域で。でも有名な予言ほど当たらないっていうのが、うん、その最初はこう予言者の言葉っていうのは当たっていくんだけど、いざ来るぞってすごい有名になって騒がれた時にその予言は外れる。スナック葵面白かったという方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。